東京ダービー、今日も今日とて明日も明日とて、まあ10万走ってんだな。でね、まあここのところなかなか思うように配列を解読できないから、ここも俺は決して強気なことは言えないわけよ、ね、だけどまあ一応この東京ダービー大井競馬場、まあこちらも待ってる人がいるのであれば一応予想はするけど、まあどうなるかわからないということでね、現状この1番アウトジェネラル、これが 1.8 倍の抜けた人気になってる。まあね、これは競馬は何が起きるかわからないとは言いつつも、やはりこの辺のクラス、地方競馬ではまあそうそう1番人気が飛んでどうとかこうとかっていうことは、まあこういうクラスではね、東京ダービーというクラスでは考えにくいので、むやみやたらにこの1番アウトジェネラルを切ることはしないけれども、ただその紐になる、もしくは他に食い込んでくるであろう馬をちょっと考えた。その結果、とりあえず気になる馬の名前と番号だけ申し上げる。2番オグリタイム、そして、6番北斗マックイーン、あと6枠からはブラックワード、そして10番のベリーブライト、まあこれも気になるけど、まあどっちか両方買う必要はないので、まあブラックワードかなと。あと大外14番ソルテ、これで入んなきゃしょうがないということだね。いっぱい買ってもしょうがないから、まあ、これをボックスで買うなり、生まれんで買うなりなんなり、これは自由だよ、うん、いずれにしたってね、競馬は当たんないよね。1枠1番が1番人気なのに選んだのみんな偶数枠ですね。うん、まあ原則的にはね、奇数偶数、いつも言う奇数偶数で言うならば7番ジェネラルグラント、うん、この辺も入れておきたいけれども、必ずしもこの地方競馬の場合偶数奇数というのが当てはまらない場合が多々多い。あれはあくまでも俺が言う、中央競馬の法則の一つであるから、ここはねあんまり奇数だ偶数だ、特に1枠っていう場合はね、まあだから奇数で言うなら12番インサイドパークとか、イブアルブとかって気になっちゃうか ら、 だから今言った、なんと俺言ったんだよ、アウトオブジェネラル、アウトジェネラル、これは切らない方がよかろう、むやみやたらに切らない方がよかろうということを含めて、2番のオグリタイム、それから北斗マックイーン、ブラックワードソルテ、まああとカッコなんだよ、ジェネラルグラント、まあこれジェネラルグラントがこれ2番人気なのか、そうですね、うん、まあいずれにしたってよ、もうあんまり馬券なんて買わねえ方がいいぞね。アベノミクス関係ないからね。中間地だね。